第110回看護師国家試験一般問題午前65問を聞くだけで勉強できる動画をお送りします。第110回の必修問題バージョンもあるので、そちらもぜひチェックしてくださいね。午後の一般問題の動画も聞きたいという方はぜひグッドボタンお願いします。26問目、複数の菌腹が腱で直列につながっている菌はどれか。1、抗菌。2、上腕二頭筋。3、腹直筋。4、大腿四頭筋。正解は3番の腹直筋です。筋腹とは、筋肉の中央部の膨らんでいる部分のことです。腹直筋は左右2つに分かれており、筋腹は腱で直列につながっています。他の選択肢は並列につながっています。27問目。ウイルス性肝炎の起源ウイルスで DNA ウイルスはどれか。1、A 型肝炎ウイルス。2、B 型肝炎ウイルス。3、C 型肝炎ウイルス。4、E 型肝炎ウイルス。正解は2番の B 型肝炎ウイルスです。B 型肝炎の主な感染経路は、血液感染、体液感染、母子感染です。特に医療者は、針刺し事故などに注意する必要があります。28問目。成人の敗血症について正しいのはどれか。1、徐脈となる。2、高血圧となる。3、血管透過性が低下する。4、全身炎症性反応を認める。正解は4番の全身炎症性反応を認めるです。敗血症は、感染症によって重篤な臓器障害が引き起こされる状態を指します。患者さんには全身炎症性反応を認め、低血圧や頻脈などが見られます。29問目。医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないことを定めているのはどれか。1、医療法。2、健康保険法。3、地域保険法。4、個人情報の保護に関する法律。正解は1番の医療法です。問題文はインフォームドコンセントについての説明が書いてあります。インフォームドコンセントは医療法によって定められています。30問目。食中毒予防の原則である中心温度75度以上1分以上の加熱が有効なのはどれか。1、フグ毒。2、毒キノコ。3、黄色ブドウ球菌。4、サルモネラ属菌。正解は4番のサルモネラ属菌です。サルモネラ属菌はお肉や卵などで注意が必要です。食中毒予防に加熱が有効となります。他の選択肢は加熱は効果がありません。31問目。ソーシャルサポートのうち情緒的サポートはどれか。1、傾聴する。2、情報提供する。3、外出に付き添う。4、経済的支援をする。正解は1番の傾聴するです。情緒的サポートとは、感情に寄り添うようなサポートを指します。傾聴では情緒的なつながりを築くことができます。32問目、看護課程における情報収集で適切なのはどれか。1、既往歴は情報に含めない。2、看護計画立案後も情報収集を継続する。3、看護問題を特定してから情報収集を開始する。4. 不安の内容はクローズドクエスチョン、閉じた質問で情報収集する。正解は2番の看護計画立案後も情報収集を継続するです。看護計画立案後も患者さんの状態などは変化するので、新たな情報を収集する必要があります。33問目。全身的筋弛緩法の目的はどれか。1、気道の確保。2、緊張の緩和。3、麻痺の改善。4、全身麻酔の導入。正解は2番の緊張の緩和です。全身的筋弛緩法とは、リラクセーション法の一つです。意識的に筋肉に力を入れてから力を抜くことで、
不安や緊張の緩和を促します。34問目、尿失禁の種類と対応の組み合わせで正しいのはどれか。1、逸流性尿失禁、排尿感覚の記録。2、機能性尿失禁、骨盤底筋訓練。3、切迫性尿失禁、下腹部への軽い刺激。4、反射性尿失禁、間欠的自己導尿。正解は4番の反射性尿失禁、間欠的自己導尿です。反射性尿失禁では、膀胱に尿が溜まると反射的に尿が漏れてしまいます。脊髄損傷などで見られます。35問目、成人の睡眠中に分泌が増加するホルモンはどれか。1、アドレナリン。2、オキシトシン。3、成長ホルモン。4、甲状腺ホルモン。正解は3番の成長ホルモンです。成長ホルモンは下垂体前葉から分泌され、成長に関する働きと代謝のコントロールに関する働きがあります。36問目、患者の状態と心意の特徴との組み合わせで適切なのはどれか。1、発熱がある患者、防水性のもの。2、回復術直後の患者、上着とズボンに分かれたもの。3、意識障害のある患者、前開きのもの。4、下肢に浮腫のある患者、足首にゴムが入っているもの。正解は3番の意識障害のある患者、前開きのものです。意識障害がある場合は自力での行為が難しいため、援助しやすい前開きのものが適切となります。37問目、成人の前腕に静脈瘤置針を穿刺するときの刺入角度で適切なのはどれか。1、10から20度。2、30から40度。3、50から60度。4、70から80度。正解は1番の10から20度です。静脈内に穿刺をするときは、10から20度が適切な刺入角度となります。38問目、生体検査はどれか。1、核胆検査。2、脳波検査。3、便潜血検査。4、血液培養検査。正解は2番の脳波検査です。生体検査は患者さんの体を直接調べる検査です。他の選択肢は検体を採取して検査する検体検査となります。39問目、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症法において重症急性呼吸器症候群の分類はどれか。1、1類感染症。2、2類感染症。3、3類感染症。4、4類感染症。正解は2番の2類感染症です。2類感染症は重症急性呼吸器症候群の他に結核やポリオ、ジフテリアなどがあります。40問目、A さん63歳男性は右肺がんで化学療法を受けていたが、右腕を動かした時に上腕から肩にかけて痛みが生じるようになった。検査を行ったところ、骨転移が認められ、疼痛の原因と判断された。WHO 3段階除痛ラダーに基づいて、がん疼痛のコントロールを開始することになった。この時点で A さんに使用する鎮痛薬で適切なのはどれか。1、非オピオイド鎮痛薬。2、弱オピオイド鎮痛薬。3、強オピオイド鎮痛薬。4、鎮痛補助薬。正解は1番の非オピオイド鎮痛薬です。現在鎮痛薬を内服していないため、第1段階の非オピオイド鎮痛薬が選択されます。非オピオイド鎮痛薬は NSAIDS やアセトアミノフェンなどがあります。41問目、A さん24歳男性は突然出現した胸痛と呼吸困難があり、外来を受診した。意識は清明、身長180センチ、体重51キログラム、胸郭は扁平である。20歳から1日40本の喫煙をしている。バイタルサインは体温 36.2 度、呼吸数は20、脈拍84、血圧 122-64 である。胸部 X 線写真を示す。A さんの所見から考えられるのはどれか。
1、抗菌薬の投与が必要である。2、胸腔ドレナージは禁忌である。3、右肺野の呼吸音は減弱している。4、胸腔内は腫瘍で占められている。正解は3番の右肺野の呼吸音は減弱しているです。レントゲン写真より右の肺が虚脱しているので呼吸音は減弱していると考えられます。42問目。 A さん50歳男性は肝硬変と診断され、腹水貯留と黄疸が見られる。 A さんに指導する食事内容で適切なのはどれか。 1. 塩分の少ない食事。 2. 脂肪分の多い食事。 3. タンパク質の多い食事。 4. 食物繊維の少ない食事。正解は1番の塩分の少ない食事です。塩分は体液の貯留につながるため、腹水が貯留している場合は塩分制限が必要です。43問目。クッシング症候群の成人女性患者に見られるのはどれか。 1. 貧血。 2. 月経異常。 3. 体重減少。 4. 肝機能低下。正解は2番の月経異常です。クッシング症候群は副腎皮質ホルモンが過剰分泌され、さまざまな症状が起こります。アンドロゲンが過剰に分泌された時、月経異常が見られます。44問目。 A さん64歳男性は肺炎のため抗菌薬の投与目的で入院となった。治療開始後3日に全身の皮膚、眼瞼結膜及び口腔粘膜に黄斑と水泡が出現した。バイタルサインは体温 38.5 度、呼吸数24、脈拍80、血圧124-80、経皮的動脈血酸素飽和度は 96% であった。 A さんに出現している症状から考えられる病態はどれか。 1. 後天性表皮水泡症。 2. シェーグレン症候群。 3. 全身性エリテマトーデス。 4. スティーブンス・ジョンソン症候群。正解は4番のスティーブンス・ジョンソン症候群です。抗菌薬開始3日後に症状が見られたことから、抗菌薬など薬剤が原因となるスティーブンス・ジョンソン症候群が考えられます。45問目。膝関節鏡検査の説明として適切なのはどれか。 1. 外来の処置室で行います。 2. 関節内に空気を入れます。 3. 検査後1日は入浴できません。4. 検査後に下肢の麻痺が起こることはありません。正解は3番の検査後1日は入浴できませんです。膝関節鏡検査は皮膚を切開し、関節鏡などを挿入するので、感染予防のため検査後は入浴は避けます。46問目。高齢者の自立度を手段的日常生活動作尺度を用いて評価した。この尺度にある項目はどれか。 1. コミュニケーション。 2. 自分の服薬管理。 3. トイレ動作。 4. 階段昇降。正解は2番の自分の服薬管理です。手段的日常生活動作は、日常生活動作の中でも服薬管理や買い物など少し複雑な動作を指します。47問目。加齢の影響を受けにくく、高齢になっても維持されやすい認知機能はどれか。 1. 感覚記憶。 2. 短期記憶。 3. 結晶性知能。 4. 流動性知能。正解は3番の結晶性知能です。結晶性知能とは、長年にわたる経験、教育、学習などから獲得していく知能であり、言語能力や理解力、洞察力などを含みます。48問目。 A さん80歳男性は一人暮らし、高血圧症で内服治療をしているが、健康状態や認知機能に問題はなく、日常生活動作は自立している。毎朝30分の散歩と買い物を日課とし、週1回は老人クラブでゲートボールをしている。 A さんは受診の際に看護師に、最近昼食後に居眠りをしてしまう、
今は大丈夫だが、このままだと夜眠れなくなるのではないかと話した。A さんへの対応で最も適切なのはどれか。1、昼食後にも散歩を促す。2、主治医に相談するよう勧める。3、老人クラブの参加回数を増やすよう勧める。4、30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝える。正解は4番の30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝えるです。加齢により夜間の睡眠は浅くなり、それを補うことにもなるので、眠りが深くない30分程度の睡眠は影響はないと考えられます。49問目。加齢に伴う血管壁の硬化による血圧への影響はどれか。1、収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下する。2、収縮期血圧は低下し、拡張期血圧は上昇する。3、収縮期血圧も拡張期血圧も上昇する。4、収縮期血圧も拡張期血圧も低下する。正解は1番の収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下するです。加齢に伴い、大動脈壁の弾力は低下するため、収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下します。50問目。加齢によって高齢者に便秘が起こりやすくなる原因で適切なのはどれか。1、経口摂取量の低下。2、味覚の域値の低下。3、腸管での水分吸収の低下。4、直腸内圧感受性の域値の低下。正解は1番の経口摂取量の低下です。高齢者は活動量の低下などにより、経口摂取量が低下しやすく、便秘の原因となりやすくなっています。また、便秘の分類によって複数の要因が考えられます。51問目。高齢者が MRI 検査を受ける前に、看護師が確認する内容で適切なのはどれか。1、夜はよく眠れますか ?2、義肢を装着していますか ?3、呼吸が苦しいことはありますか ?4、水を飲むときにむせることはありますか正解は2番の義肢を装着していますかです。MRI は強い磁場が発生するので、金属類の持ち込みは禁止されています。52問目、養育医療が定められている法律はどれか。1、児童福祉法。2、母子保健法。3、発達障害者支援法。4、児童虐待の防止等に関する法律。正解は2番の母子保健法です。母子保健法は、母性及び乳幼児の健康の保持と増進を図ることを目的とする法律です。母子手帳の交付や妊産婦、乳幼児に対する保健指導などがあります。53問目、乳幼児身体発育調査による身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。1、3% 未満の児は要精密検査となる。2、50% は同年齢同性の児の平均値を示す。3、10% は同年齢同性の児の平均より 10% 小さいことを示す。4、75% 以上、90% 未満の児は要経過観察となる。正解は1番の 3% 未満の児は要精密検査となるです。3% 未満と 97% を超える乳幼児は要精密検査となります。54問目。A ちゃん11歳女児は5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度のタンパク尿も見られたため入院し、ネフローゼ症候群と診断され、ステロイド治療の方針となった。現時点での A ちゃんへの看護で適切なのはどれか。1、水分摂取を促す。2、病院内を散歩して良いと伝える。3、糖分の摂取制限があることを伝える。4、一時的に満月用願望になることを説明する。正解は4番の一時的に満月用願望になることを説明するです。ネフローゼ症候群はステロイド治療の副作用になり、満月用願望、ムーンフェイスやニキビなどが一時的に生じる場合があります。
55問目、子どもの遊びで正しいのはどれか。1、身体機能の発達を促す。2、1歳でごっこ遊びが多く見られる。3、感覚遊びは8歳頃から見られるようになる。4、テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。正解は1番の身体機能の発達を促すです。子どもは遊ぶことにより身体機能の発達や社会性の発達が促されます。56問目、日本の人口動態統計における妊産婦死亡について正しいのはどれか。1、出生10万体で示す。2、出産後1年までの女性の死亡を言う。3、平成28年の妊産婦死亡率は 10.1 である。4、間接酸化的死亡に比べて直接酸化的死亡による死因が多い。正解は4番の間接酸化的死亡に比べて直接酸化的死亡による死因が多いです。妊産婦死亡とは妊娠中または妊娠終了後満42日未満の死亡のことを言います。57問目、更年期女性のホルモン補充療法によってリスクが低くなるのはどれか。1、乳がん。2、骨粗しょう症。3、子宮体がん。4、静脈血栓症。正解は2番の骨粗しょう症です。更年期女性はエストロゲンの低下により骨粗しょう症になりやすいのですが、ホルモン補充療法によってリスクが低くなります。58問目、妊娠の初期と後期のどちらの時期にも起こるマイナートラブルはどれか。1、下肢静脈瘤。2、早葉感。3、つわり。4、頻尿。正解は4番の頻尿です。妊娠すると子宮が大きくなるので膀胱が圧迫され頻尿となります。特に後期は循環血液量の増加も影響します。59問目、早期新生児の生理的黄疸で正しいのはどれか。1、生後24時間以内に出現し始める。2、皮膚の黄疸は腹部から始まる。3、生後 4,5 日でピークとなる。4、便が灰白色になる。正解は3番の生後 4,5 日でピークとなるです。早期新生児の生理的黄疸は生後 4,5 日でピークとなり2週間以内に消失します。60問目、都道府県知事の任命を受けて精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。1、ゲートキーパー。2、ピアサポーター。3、精神保健福祉相談員。4、退院後生活環境相談員。正解は3番の精神保健福祉相談員です。精神保健福祉相談員とは、精神疾患により様々な障害を抱えた人やその家族が安心して地域で生活できるように、専門の知識を持って支援を行う専門家です。61問目、A さん57歳女性は一人暮らし、統合失調症で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。 A さんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。1、療養介護。2、施設入所支援。3、地域移行支援。4、自立訓練としての機能訓練。正解は3番の地域移行支援です。地域移行支援とは、精神科病院や障害者支援施設等に入院・入所している対象者に対して地域生活へ移行するために支援するサポートのことを言います。62問目、選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI で正しいのはどれか。1、パニック障害に対して有効である。2、抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。3、うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。4、抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。
正解は1番のパニック障害に対して有効であるです。 SSRI は代表的な抗うつ薬です。うつ病以外にもパニック障害や PTSD などでも有効とされています。63問目、精神保健指定医について正しいのはどれか。1、医療法で規定されている。2、都道府県知事が指定する。3、障害年金の支給判定を行う。4、精神科病院入院患者の行動制限に関わる医学的判定を行う。正解は4番の精神科病院入院患者の行動制限に関わる医学的判定を行うです。精神保健指定医は厚生労働大臣が指定し、12時間以上の患者さんの隔離、身体拘束などの判断を行います。64問目、筋力低下のある在宅療養者の家屋環境において転倒するリスクが最も高いのはどれか。1、深い浴槽。2、段差がない床。3、整理整頓された部屋。4、足元灯を設置した廊下。正解は1番の深い浴槽です。深い浴槽は筋力低下がある場合、入浴するときに転倒のリスクがある可能性が高くなります。65問目、 A さん75歳男性は妻66歳と2人暮らし。3ヶ月前に認知症の診断を受けた。妻から訪問看護師に、夫は通所介護の時は穏やかに過ごしていると聞いているが、家では興奮することが多く、どう対応すればよいかわからないと相談があった。この時の妻に対する訪問看護師の最初の対応で適切なのはどれか。1、主治医に相談するよう勧める。2、A さんと散歩に出かけることを勧める。3、通所介護の頻度を増やすことを提案する。4、A さんが興奮する状況を妻と一緒に振り返る。正解は4番の A さんが興奮する状況を妻と一緒に振り返るです。妻と一緒に振り返ることで、その原因を見つけ対策を考えることができます。66問目、 A さん83歳女性は一人暮らし。誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していた。今回の退院後に訪問看護が導入されることになり、退院前カンファレンスが行われた。誤嚥性肺炎の再発を予防するために、病棟看護師が訪問看護師に情報を提供する内容で優先されるのはどれか。1、嚥下機能検査の判定結果。2、栄養状態を示す検査データ。3、入院中の日常生活動作。4、誤嚥性肺炎の治療に用いられた薬剤。正解は1番の嚥下機能検査の判定結果です。嚥下機能検査の結果を共有することで適切な支援につなげることができます。67問目、介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。1、家族の介護能力はアセスメントに含めない。2、介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。3、利用者が介護サービス計画を作成することはできない。4、モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。正解は4番のモニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行うです。ケアマネジメントとは、利用者が地域社会で望ましい生活が送れるよう支援し、資源の活用などを結びつけ課題解決するプロセスやシステムのことを指します。68問目、夜勤帯に A 看護師がスタッフステーションで抗菌薬の点滴静脈内注射を準備しているときに、発汗した患者から心意交換の依頼があり、別の患者から狡猾で飲水したいという希望があった。直後に患者に装着されている人工呼吸器のアラームが鳴った。他の看護師は別の病室で重症者のケアをしている。 A 看護師が最も優先すべきなのはどれか。1、点滴静脈内注射の準備。2、発汗した患者の心意交換。3、飲水を希望する患者への対応。4、人工呼吸器を装着している患者の観察。正解は4番の人工呼吸器を装着している患者の観察です。優先順位を考える問題です。人工呼吸器を使用している患者さんは重症度が高いため最優先します。69問目、 B
病院における医療安全文化の醸成につながる行動はどれか。1、食事介助は30分以内で行うルールを決める。2、他の病棟で起こったインシデントについて学ぶ。3、薬剤を間違えても影響がない場合は患者に説明しない。4、水薬の内服時にこぼれた量が少ない場合はそのままとする。正解は2番の他の病棟で起こったインシデントについて学ぶです。インシデントを共有し分析することで事故の再発防止を行うことができます。70問目、プリセプターシップの説明で正しいのはどれか。1、仕事と生活の調和を図ること。2、主体的に自らのキャリアを計画し組み立てること。3、チームリーダーのもとに看護ケアを提供すること。4、経験のある看護師が新人看護師を1対1で指導・助言すること。正解は4番の経験のある看護師が新人看護師を1対1で指導・助言することです。プリセプターシップとは、1人の新人看護師に1人の先輩看護師がつき1対1で指導することを言います。71問目、大規模災害発生後2ヶ月が経過し応急仮設住宅で生活を始めた被災地の住民に出現する可能性が高い健康問題はどれか。1、慢性疾患の悪化。2、消化器感染症の発症。3、深部静脈血栓症の発症。4、急性ストレス障害の発症。正解は1番の慢性疾患の悪化です。災害発生後2ヶ月経過し仮設住宅で生活する時期は慢性疾患が悪化する可能性が高くなります。72問目、国際連合で採択された2016年から2030年までの開発に関する世界的な取り組みはどれか。1、持続可能な開発目標。2、ミレニアム開発目標。3、プライマリーヘルスケア。4、政府開発援助。正解は1番の持続可能な開発目標です。持続可能な開発目標とは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標のことを指します。73問目、 A さん52歳男性は49歳から高血圧症で内服治療と食事や運動に関する生活指導を受けている。2ヶ月間の予定で開発途上国に出張することとなり、予防接種を受ける目的で渡航外来を受診した。A さんから渡航にあたって何か注意することはありますかと質問があった。 A さんへの看護師の説明で適切なのはどれか。 1. 出張中は減塩の必要はありません。 2. 出張先では有酸素運動は控えましょう。 3. 現地に到着してから健康診断を受診しましょう。 4. 持参する高血圧症の薬についてかかりつけ医に相談しましょう。正解は4番の持参する高血圧症の薬についてかかりつけ医に相談しましょうです。現在高血圧症で内服治療を行っている場合、出張中に薬がなくなってしまうなどの問題が起こらないようにかかりつけ医に相談する必要があります。74問目、血液中のビリルビンの由来はどれか。1、核酸。2、メラニン。3、アルブミン。4、グリコゲン。5、ヘモグロビン。正解は5番のヘモグロビンです。赤血球は古くなると分解され、この時赤血球中のヘモグロビンも分解されます。そしていくつかの反応を経てビリルビンになります。75問目、抗原によって感作された T リンパ球による細胞性免疫が主体となるのはどれか。1、花粉症。2、ジンマシン。3、ツベルクリン反応。4、アナフィラキシーショック。5、インフルエンザの予防接種。正解は3番のツベルクリン反応です。ツベルクリン反応は結核菌から生成した抗原を皮内注射することによって接種部位に生じた発赤・高血を測定し感染を診断する検査です。76問目、後天性の大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。1、二尖弁が多い。2、弁線の石灰化による。3、左室壁は徐々に薄くなる。
4. 拡張器に心雑音を聴取する。 5. 心筋の酸素需要は減少する。正解は2番の便箋の石灰化によるです。大動脈弁狭窄症は大動脈弁の開口部が狭くなり、心臓から大動脈に血液が流れにくくなる疾患です。原因の多くは動脈硬化性変性であり、石灰化を伴います。77問目、褐色細胞腫で見られるのはどれか。 1. 高血糖、 2. 中心性肥満、 3. 満月様顔貌、 4. 血清カリウム濃度の低下、 5. 副腎皮質ホルモンの酸性の更新。正解は1番の高血糖です。褐色細胞腫は副腎髄質由来の腫瘍です。高血圧、頭痛、発汗過多、代謝亢進、高血糖の5大症状が特徴的です。78問目、ギランバレー症候群で正しいのはどれか。 1. 若年者に多い、 2. 遺伝性疾患である、 3. 骨格筋に病因がある、 4. 症状に日内変動がある、 5. 抗ガングリオシド抗体が出現する。正解は5番の抗ガングリオシド抗体が出現するです。ギランバレー症候群は感冒等の上気道感染や下痢を伴う胃腸炎に感染して、 1,2 週間後に手足の先にしびれや力の入りにくさが出現する疾患です。患者さんの約 60% に抗ガングリオシド抗体が出現します。79問目、生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて種類である。括弧に入る数字はどれか。 1. 5 2 6 3 7 4 8 5 9 正解は4番の8です。生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助、教育扶助、医療扶助、制御扶助、相殺扶助があります。80問目、カウンセリングの基本的態度で適切なのはどれか。 1. 査定、 2. 指示、 3. 受容、 4. 同化、 5. 評価。正解は3番の受容です。C.R. ロジャーズはカウンセリングの基本的態度として、共感的理解、無条件の肯定的配慮、自己一致を挙げています。受容は受け入れることを指します。81問目、成人の人体図を別に示す。意識生命で不整脈のある成人の脈拍測定時に一般的に使われる部位はどれか。 1. A 2. B 3. C 4. D 5. E 正解は3番の C です。C は頭骨動脈を指しています。脈拍の測定や不整脈の判断の際は頭骨動脈を触知します。82問目、感染兆候のない装部の治癒を促進する要因はどれか。 1. 圧迫、 2. 可否、 3. 湿潤、 4. 消毒、 5. 浮腫。正解は3番の湿潤です。装部の治癒を促進するためには湿潤環境を維持することが大切です。83問目、小児期における消化器の特徴で正しいのはどれか。 1. 新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすい、 2. 乳児期のリパーゼの活性は成人と同程度である、 3. ラクターゼの活性は1歳以降急速に高まる、 4. アミラーゼの活性は12から13歳で成人と同程度になる、 5. 出生直後の腸内細菌層は母親の腸内細菌層の構成と同一である。正解は1番の新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすいです。新生児の胃は糞門部が未発達なので胃内容物が逆流しやすくなっています。84問目、感覚受容にリンパ液の動きが関与するのはどれか。2つ選べ。 1. 嗅覚、 2. 聴覚、 3. 味覚、 4. 振動感覚、 5. 平衡感覚。
正解は2番の聴覚と5番の平衡感覚です。聴覚を司る蝸牛、平衡感覚を司る内耳の前庭と三半規管はリンパ液で満たされているので、リンパ液の動きが関与します。85問目、血液の pH 調節に関わっているのはどれか2つ選べ。1、胃、2、肺、3、心臓、4、腎臓、5、膵臓。正解は2番の肺と4番の腎臓です。血液の pH の調節は動脈血二酸化炭素分圧と重炭酸イオンの濃度が関係します。そのため二酸化炭素を排出する肺や尿中へ重炭酸イオンを排泄する腎臓が pH 調節に関わってきます。86問目、悪性貧血で正しいのはどれか2つ選べとありますが、3つの選択肢が正解のため3通りの回答を正解として採点すると発表がありました。1、黄疸が生じる。2、萎縮症が出現する。3、小球性の貧血である。4、胃がんの発症率が高い。5、自己免疫機序で発症する。正解は1番の黄疸が生じる、4番の胃がんの発症率が高い、5番の自己免疫機序で発症するです。悪性貧血とは自己免疫性萎縮性胃炎による壁細胞の減少や抗内因子抗体の産生によりビタミン B12 が欠乏した結果生じる貧血です。87問目、労働者災害保障保険法に規定されているのはどれか2つ選べ。1、通勤災害時の療養給付。2、失業時の教育訓練給付金。3、災害発生時の超過勤務手当。4、有害業務従事者の健康診断。5、業務上の事故による介護保障給付。正解は1番の通勤災害時の療養給付、5番の業務上の事故による介護保障給付です。労働者災害保障保険法とは、業務上の災害または通勤上の災害によって負傷したり病気になったり障害が残るまたは死亡した場合に、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。88問目、尿管結石症の治療で適切なのはどれか2つ選べ。1、尿路変更術。2、血管拡張薬の投与。3、カルシウム製剤の投与。4、体外衝撃波採石術。5、非ステロイド系抗炎症薬の投与。正解は4番の体外衝撃波採石術、5番の非ステロイド系抗炎症薬の投与です。尿路結石症は腎臓から尿道までの経路に尿の成分が結石として出現した状態を指し、脇腹や下腹部、背中に痛みが生じるのが特徴です。89問目、 A さん38歳、女性は大腸がんの終末期である。癌性腹膜炎による症状緩和の目的で入院し、鎮痛薬の静脈内注射と高カロリー輸液が開始された。 A さんは自宅で過ごしたいと希望したため、医師と看護師で検討し、症状緩和をしながら自宅退院の方向で退院支援カンファレンスを開催することになった。退院支援カンファレンスの参加者で適切なのはどれか2つ選べ。1、薬剤師。2、言語聴覚士。3、臨床検査技師。4、介護支援専門医。5、ソーシャルワーカー。正解は1番の薬剤師と5番のソーシャルワーカーです。鎮痛薬を使用しており、疼痛管理が必要であるため、薬剤師の参加と社会福祉の立場から患者さんやその家族をサポートするソーシャルワーカーの参加が適切となります。90問目、身体的フレイルの評価基準はどれか2つ選べ。1、視力低下。2、体重減少。3、聴力低下。4、歩行速度の低下。5、腸前動運動の低下。正解は2番の体重減少と4番の歩行速度の低下です。フレイルとは加齢により心身が衰えた状態です。体重減少、主観的活力低下、握力低下、歩行速度の低下、
活動度の低下のうち3項目以上当てはまる場合はフレイルとしています。皆さんお疲れ様でした。この動画が役に立ったと思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。